いやもうね、ちょっと練習してたら眠たくなっちゃうね。なんでません、ただただ運動して暑かっただけです。この時間来られました、よかったです、ありがとう。この次が21時1分までの配信枠だったと思う。これが30分。そう、昨日ね、その何時までする、何やろ、タイムスケジュールを、ちょっと待って、文字打ちながら喋れへん、ごめん。危ない。なんかそのタイムスケジュールをね、組んでたんですよ、何時からしようかなみたいな。でも組んでたら家に帰る時間なくて、あ、これ無理やってなって組み替えて、最終的に出したやつにしたんですけど、普通にその組んでる最中の終わり時間のままやっちゃってすごい変なね時間配分やなって一発目思われたと思うんですけど、そう、普通にミスです組みつつ考えたらミスりましたね。先生さん、ありがとうございます。リハ終わって自主練して今もうちょっとだけして帰るかなって感じ。おお、こけそう、いけるかな、もうね踊っちゃいそう。もう今覚えたっていうか、今振り起こししてきたやつが今すごい踊っちゃいそうで怖いですやばいです。完走できそう、頑張ります。どうなんだろう、完走できたらいいなと思うんですけど、絶対踊りません。めっちゃ今口ずさみそうです、もう会いたかった。会いに行ってくださいそう、めっちゃ今頭の中で再生されてんで、ほんまにやばいアウトロずっと再生されてるもんほんまにやばくて、さすがにな、あかんから。ちょっと疲れたら眠くなる体質で、ただの子供なんですけど、中身がもう子供すぎてちょっと申し訳ないですね、あくびなんかさらしてしまって。赤シャチさんもありがとうございます。テレスさんもありがとうございます。そう、でも練習終わりでくっちゃくちゃですよ。メイクしようかな意味のないメイク、今更もう意味のない感じなんですけど、マスカラも何も塗ってんの、今日あるな、あらへんな新作さんもありがとうございます。そう、何もなくてちょっともうね、一応持ってきてるんですけど、でも明日の朝一メイク配信しようかな全然それでいいか、明日の朝一の枠はメイク配信します。そんな超アイドルらしからぬこだわりの全くないメイク配信です全然こだわりなくてメイクに、なので超適当なんですけどサルトさんもありがとうございます。ゆりこじさんもありがとうございます。これかわいい、ハムスター、キノコ持った、かわいい。にゃんたさんもありがとうございます。ゆりこじさんもありがとうございます。こんばんは、はじめまして。 NMB48 っていうグル、大阪にあるグループでアイドルしてます入って1年と9ヶ月が経ったと8期生の池ほのかです。よろしくお願いします11月4日の握手会でほのかちゃん撮りました。対戦よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ゆうさんもふたばさんもありがとうございます。めっちゃキノコありがとう、ゆりこじさん。キノコのこ、元気のこみたいな曲なかったですか。リスナーや、うわ恥ずかしいリスナーや、はじめまして、こんばんは、はじめまして、一緒にありがとうございます。血色感だけ足しとこうかな、色なさすぎ、色はあるけどちょっと血色感だけ軽く足しときます、なさすぎる。
握手会どんな感じのお話するの？え、ほんま何でも話しますよ。あ、めっちゃイヤホン充電するの忘れた。え、ほんまに何でも話すかな。直近のライブの話やったりもするし、ほんまに世間話もするし、え、何話したかな。あと、あのファンの方がね、そう、家でオンラインお話会やったら、あの家の中とか、あのいろんなとこからできるから、そこに今どこにいるのみたいな話とか、飼ってるワンちゃん映ったら可愛いねみたいな話とか、可愛いねっていうか名前とかね教えてもらったりしますね。エルマッパさんも、ショーマのケンさん、ニッカさんもありがとうございます。先生さんもありがとうございます。鉄メロさんもありがとうございます。ありがとう、本当に全然星だけでもすごい嬉しいです。キノコタワー、ちょっと待ってね、見つけれない、どこ。やばい、ちょっと坂登り中、すいません。あ、オッケー、分かった、ありがとうございます。キノコたくさん、待って、わからんくなっちゃった、どこまで読んだ、ここら辺やな。オッケー、戻ってこれた。なんかすごいキノコいっぱい、ありがとう。赤シャチさんもありがとうございます。ありがとうね、本当にいっぱい、ハートもだるまもキノコもありがとう。ね、鶴とかできないんで、あの握手会とかでね、あの鶴とかは私できないので。分からへん、あんまやったことないかもしれない。ひろみこさんもありがとうございます。何話したっけね。でも基本家のしてくれた人いましたよ、いました、いました、ありがとうございました。そう、なんか前回の握手会じゃない、オンラインお話し会の前に、あのね、そう、あの家の中見たいって頼んだんですよ。そしたら、あの見せてくれました、ありがとうございました。あやにさんもありがとうございます、ありがとう。先生さんも、テリエストもありがとうございます。全然追いつけてない、ごめん。キングダムの映画見ましたよ、めっちゃ面白かった。語ったらちょっとまずい、普通に話せたら釣れるかな、そうやったらいいんやけどな、釣れないんですよ、下手くそで、はい、ほのぼのしてない感じですか、どうなんですか。私自分の感じ分からなくて、あのよかったらファンの方、来てくださった方いらっしゃったら、どんな感じやったか書いてみてください。言いましたよ、ありがたかったですね。生き物さん、初めて見に来たら楽しい、やった、嬉しい、ありがとう。釣れてるか誠実かみたい、やった、ありがとうございます。あやねちゃんもありがとう。キノコ、そう、先生さんもありがとうございます。私家でね、配信はし、配信というかお話し会はしないのでちょっと出せないんですけど、えずきさんありがとうございます。一気急いでいる感じ、ま、あ、そうかもしれない、一気急いでるっていうか、いつも話すこと考えれてなくて申し訳、こちらこそ話題触れなくて申し訳ないです、いつもごめんよ。リアル握手会楽しい、ほんまに楽しみですよ、私もめちゃめちゃ待ってますからね、本当にマジパネーって感じでした。ありがとう、新作さんありがとうございます。伝わってね、そりゃそう、話すの苦手なんで似てるだけ、なんでよ、話そうよ。テリエさんもありがとうございます。でこんな感じやと思う、わからん、なんかテンションは高い、ほんまに今以上に会話が成り立ちません。いや、そんなこともないと思うけどな。初めての握手会 NMB で、おー、誰行ったんですか。
写真よりも見 ありがとうございます。写真より美人です、よく言われます最低最近ほのちゃんのおかげでキングダムめちゃ面白いよね。キングダム私も好き。キンキンさんありがとうございます。全然ノープランで、ノープランで言ってるけど楽しい、よかった。ひさまるさんもありがとうございます。明日公演、明日公演じゃないはず。全然緊張せずフランクに来ていただけたら嬉しいですよ。この前握手会で初めてリアルで会えて覚えててくれてめっちゃ嬉しかった。おー嬉しいそうテンション高いんですよね。かわいすぎて緊張。そんなことないでしょ握手会関東に行けないで大阪に。おーありがとう、わざわざ大阪まで。教授さんもありがとうございます。花束や自己肯定感それであげてちょっと悔しくて、自己肯定感あげるのと今の返事はねまた違うんですよね。鉄メロさんもありがとうございます。11月4日難波のホテルかな、予約済みです。お遠征かな、ありがとうございます。明日朝7時かな、するとしたらかなと思ってる。遅い、そう意外と身長ちっちゃいんですよ私158。あでも伸びてて、ちょ聞いてほしい、伸びたんですよ 159.5 になりましたゆりこじさんもありがとうございます。新作さんもありがとう、めちゃめちゃありがとう。本当にリアル朝の部は多分追加なさげありがとうございます、いっぱい欲しい。レイさんもありがとうございます。赤シャチさんもユウさんもありがとうございます。オンラインもねそう楽しいですし、リアルも全然楽しいですよ。7時どうですか、明日の朝。頑張って起きます頑張って起きてとりあえずコンタクトと顔洗うだけしてします。ジジどう、それぐらいでいい。そう伸びてるんですよ身長。でも私の目標162センチなので、ん誤差じゃないよ。ありがとうございます、いっぱい投げてくださって。全然もう星だけでもすごい嬉しいので待ってます。新作さんもありがとうございます。そう7時半だ、うわえ行けると思うねんけどな。7時頑張るわ、7時頑張っておきます。新作さんもノンキックさんもありがとうございます。教授さんもありがとうございます。びっくりした、めっちゃさ人の気配すると思って振り返って誰もおらんくてめっちゃ怖かった、危ない、超怖い、どうしようすっごい人の気配して今見たら誰もおらんかったこんばんは、ちょっとごめんホラーすぎた、ちょっとほんまに今人の気配、待って普通に向こうの部屋におった、あびっくりした、あほんまにここら辺に今人いるイメージあった、びっくりしたね、あびっくりびっくりちょっとあびっくりした。トウゴさんもありがとうございますそう夜はね12時ぐらいまでしようかなと思ってるので7時はすでに仕事してます。あらお仕事頑張ってください。ひさまるさんもありがとうございます。てるやすさんもありがとうございます。早起き苦手。克服します。私も克服します。教授さんも新作さんもありがとうございます。1時と2時で関東の握手会撮ったよ。だ、お待ちしてます。160にはさすがにオリアンとか言わないでください。まだ希望は捨ててないんで、今年1年 1.5センチ、1.5 センチじゃない。1.5 センチ伸びたので。希望はさせないですよ。こんばんは。足の裏と頭に肉がつくと背が高くなるよ。足の裏はいいかもしれないけど、頭につけたらさ、頭でっかちになっちゃうからね。これ以上頭でっかちになると困っちゃう。めっちゃ時差あると思う。ごめん。教授さんも新作さんもありがとうございます。先生さんもありがとうございます。え、いるよ。嘘やん。サナレイから大丈夫とか言わんで、ほんまに怖かったんやけど、
初見です、ありがとうございます。気配とか、え、めっちゃ怖かった。なんか人がいる気配。え、ほんまに、え、ほんまにごめん、マジで普通におったと思った。エルパパさんもありがとうございます。この部屋急に水の音するから気をつけて。それは多分なエアコンやと思うで。霊感ないですよ。めっちゃ怖かった。何も映ってなかったですか。ありがとうございます。朝賀さんも京女さんもありがとうございます。え、全然星投げだけでも全然ありがたいですよ。ありがとうございます。めっちゃごめん、全然間に合ってない。3センチ縮んだ。でも年っていうか大人だったら縮むって言いません。ソルトさんもありがとうございます。ほんまに牛乳はね飲んでるんです。牛乳バリ噛んじゃった。新作さんも、先生さんも、朝賀さんもありがとうございます。ゆうさんもありがとうございます。もうほんまにあかんわ。足ですか。 23.5 よりの24です。ようわからへん。足ねえ、だからもうちょっと伸びてもいいはずなんですけどね。ほんまにやめてください。今来たコラボ配信とか言わないでください。誰もいないから。ほんまにサインほんまや。ありがとうございます。新作さんもありがとうございます。もう本当にびっくりした。そう、意外とちっちゃいんですよ私。星465個、465個投げた。ありがとう。やばい、全然ちょっとホラっていうか人の気配感じてから全然あれ話進んでない、ごめん。エイジさんもありがとうございます。私のサイズ一緒、ほんまに。1年で20センチはすごい。ありがとうございます。21時もここからしようと思ってるけど、どうかな。鉄メロさんもありがとうございます。エイジさんもありがとうございます。赤シャチさんもありがとうございます。158センチがモテ身長、ほんまにそうなん。平均身長やと思った。ゆりこじさんもありがとうございます。ほんまにびっくりした。ちょっと心臓バクバクっていう。ごめん普通にごめん、落としちゃった、ごめん。ほんまに3人も映ってない。これはキーボード1とキーボード2です。ほんまにあかんわ。あ、もうバリ怖かったね本当に。ルーティーンとか言わんで。新作さんもありがとうございます。全然毎回やるつもりなくて、今のはほんまにただの事故です。スタンドここの部屋なくてガムテープの上に置いてます。靴プレイできるね。待ってます。ターバさんもありがとうございます。牛地マリオさんもありがとうございます。キノコ、あの有名なお菓子あるじゃないですか、キノコ派かタケノコ派かみたいな。どっち派ですか。私キノコ派です。どっちも好きですけどね。そう、私よくショールームで事故を起こしてるからあれなんですよね。Bluetooth が車に繋がって車の音声配信しちゃったりとかよくしちゃいがち。3位4位が激戦です。そうなんや、一生やらかしてたね。結構やらかしがち。 赤シャチさんもありがとうございます。いっぱいチョコダメ派です。そうよね、チョコダメな人無理よね、食べれないよね。こんばんは、はじめまして。めっちゃキノコ送ってくれありがとうございます。赤シャチさん、ビスケットがうまい。なるほどね、なんかちゃうよね、中と中っていうかビスケットっていうかちゃうもんね、黄
きのこ派、佐藤派です。新作さんもひろみこさんもありがとうございます。全然星 1.5 周でも全然嬉しいですよ。ありがとうございます。きのこの良さは何ですか？チョコの部分とサクサクの部分を別々に食べれるところですかね別々に食べれるところですかね。紫のキノコ毒キノコやんとか言わんでよ。あ、もうほんとごめん星三州の大事さをさっき知りました。そうなんですよ、星三州よかったらしてください。え、そう、タケノコを分解できないじゃないですか。でもキノコやったら頑張れば分解できるじゃないですかクリッチさんありがとうございます。疲れてんじゃん。そんなことないん。いや、そんなことはまあもうあかんかもしれない。ほんとごめん、疲れてるわ。うん、多分疲れてる。ほんとね、ほんとごめんなさい。あなたじゃないんです。不安定なとこ置いてる私が悪い立てかけてるんですよ。これでも立てかけて滑り落ちていくんです。ごめん片手でも持てへん、もう両手でも持たなが、もうびっくりびっくり。もうちょっと次の配信までどうにかします。あやねさんもありがとうございます、ハート。もうほんとなんでちょっと鉄メロさんもありがとうございます。全然ここ自分の家じゃないから、でも見せちゃダメですね。この部屋楽器いっぱいあるぐらいメイさんもありがとうございます。そう、やばい、眠れなくなってきちゃった眠れなくなってきちゃった。ごめん、ちょっと練習してほっと一息ついて、ちょっと体が冷えて今眠たい状況ごめんよ。でもね、あくびしようとしても今両手を下がってるから我慢よね先生さんは、新作さんも、あやねちゃんもありがとうございます。こんばんは。全然寝乗ってないです。寝れる時寝ときや。ほんまな、寝ときたいわ配信中に寝るのはまずいけどね。寝るんだ、ママやばいよね、仮眠するとかしたらさ結構まずい気がする帰れんくなっちゃう。ゆうさんもゆりこじさんもありがとうございます。そう、あくび映るらしいね。ごめんなさい、あくびなんか配信する思いなかったんですけど、あの今ただただちょっと眠たくなってきちゃったごめん。起きるから、明日頑張って起きるから、7時の配信何合わせるから。映った、みんな映ったもうあかんわ、ごめんなさい映るんや、映ったみたいで、もうダメやから、明日寝坊せんからちょっと頑張るから、ちょっとあと5分ですね。ありがとう、教えてくださって。ほんまにやが、ほんまに、もう次寝坊したらもうほんまに怒られるところじゃないからほんまに、もうそうやで、一回だけでもこんな言われちゃうから、もうほんまに、もう次は二度、でも次はっていうか二度としない。クショタイム、片手でできるポーズ、何ある、あ、もう文句ばんかり。ク
フリッツさんありがとうございます。知らんから寝坊何がいいかな。ご飯さっきっていうか1回目の配信始まる前にお弁当食べました。置いてあったやつ。もう寝坊はね、前1年前のショールームイベントの朝配信できる初日に寝坊しました。ペナルティちょっとほんまにしやんからとりあえずスクショタイムの何がいいですか。秘密ちょっとなんか恋人ちょっと何がいいんやろ。猫で聞いといて自分で決めちゃう最低ごめん自分でも最低やなと思ったあと10秒にします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、しまいおしまいです。明日また投げます。ありがとう。そう1年前なんですよね。新作さんも鉄メロさんもありがとうございます。ほんまに楽しいイベント期間にしたいので皆さん無理なさらず、私も無理はしないので1年前のショールームイベントがほのちゃんを好きっけ。嬉しい。そんなこと言っていただけるとこういうイベント参加してよかったなって本当になるのでめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ひろみこさんありがとうございます。くまやばい。1 1、待ってごめん数えれへん1 2 3 4 4つか。ありがとうございます。くまたはありがとう。いけるかな。ちょっと手離すで、ほんまに一瞬一瞬耐えて。あ、無理かもしれない。ごめんごめん。あ、いけるか。いけた。ありがとう。クマ4連チャンありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうあのね、コメントで流れていっちゃうよ。ありがとうございます。牛島マリオさんもありがとう。鉄メロさんもありがとうございます。初見です。ありがとうね。本当に嬉しい。タワーはねメモってるっていうか覚えてるよ。ひろみこさんが今ので5回目やろ。でゆりこじさんが1かな、合ってる。フリーチさんもありがとうございます。あ、やばい、あと1分。よし、じゃあね、ちょっとランキング読ませていただきます。多分待って、でも変わりそう。どうしよう。ちょっと待ってな、多分ちょっと次順位変わったら読みます。だからちょっと伸びるちょっと伸びます。すいませんね。やばい、また持ち帰ったらねイラスト描きたいなと思うので、よかったリクエストお待ちしてます。イラストの頑張って描きます。ナオキックさんもありがとうございます。今のままで呼んでええんじゃ、いいの。いいんやったら全然読みますよ。しじまりよさんもありがとうございます。どうしよう。じゃあちょっと読ませていただきます。いけるかな。片手で申し訳ない。13位みずきあとキングスさんありがとうございます。12位てつめろさんありがとうございます。11位ゆうさんありがとうございます。10位とうごさんありがとうございます。9位あやねさんありがとうございます。8位新作さんありがとうございます。7位エルマパさんありがとうございます。6位赤シャチさんありがとうございます。5位みずりんさんありがとうございます。
4位、先生さんありがとうございます。3位、教授さんありがとうございます。2位、ゆりこじさんありがとうございます。1位、ひろみこさんありがとうございます。本当にありがとうございます。みんなお忙しい中ね、見に来てくださって、星も投げてくださったりして。5分刻みなんですか？読んでる最中に変わっちゃった。多分大丈夫やと思う。じゃあね、ちょっと終わろうかな。どうしよう、ちょっと30分延長かな。そうよね、ちょっとぐらい伸びても多分大丈夫。あ、ほんまやにーや、ありがとうございます。めちゃめちゃ触ったから、そんな、あ、なんか今日ね、そんな、なんやろ、もう本当に私もう、なんて言うんですか、私はもう皆さんのね、なんか負担にならないようにと思ってたから、まさか2位に今上がれると思ってなかったです。本当にありがとうございます。次は21時何分からするのが正解ですか？最終枠が23時15分なんですよ。だからね、何時からがいいですか？21時1分でいいですかね。寝るんで起こして、私も起こしてほしいですね。21時1分でいいかな。1分でいいですか？あと29分後。じゃ、予定通り行きます。ではちょっと私は仮眠取るか踊るかしてきます。じゃあ21時1分に次始めたいと思います。ではありがとうございました。次の部もお待ちしてます。はい、ではありがとうございました。またお待ちしてます。ありがとう。ちょっと押せへん、どうしよう、押せた、ありがとうございます。